誰がおばさんだ、誰が。つう鏡。貴様、消し積みにするぞ。ええ。そこまでよ、コンベルサシオ。よくも私を殺そうとしたな。絶対許さないんだから。ちっ、女神どもが来るまでの時間稼ぎだったとはな。ランナ、ご苦労様でした。あのおばさん怖かったよ。誰がおばさんだ、誰が。いい。あとは私たちに任せて、あなたは安全なところへ。お願いするわ。さて、コンベルサシオンと言いましたわね。あなたにはネプテューヌを狙った罪の断罪と、私から奪ったものを返してもらいます。ほう、ただのオタク趣味のふぬけた女神だと思っていたが、そこまで調べたか。ゲーマーを舐めないでくださる？あなたの一連の犯行は、先月発売の暗闇に囁く探偵佐川総一郎の犯人の手口と同じだっただけですわ。まさしくゲーマー探偵ベールって感じだね。新ジャンルの名探偵さんの誕生です。くっ、どこのメーカーか知らんが、余計なものを作ってくれる。貴様らを葬った後、うさばらしにそんなメーカー潰してやろうではないか。それがあなたの本当の姿。しかし、私の目が黒いうちはゲーム会社へ手は出させませんわ。ああ、プラネテューヌで会ったおばさんだ。その通り、コンベルサシオンは私の仮の姿だ。あなたたち、彼女を知っているの？はい、プラネテューヌで私たちから鍵のかけらを奪おうとしてきた悪い人です。あの時は貴様が邪魔をしてくれたせいで遅れを取ったが、今日はそうはいかんぞ。そっちがその気ならこっちだって。相手があなたなら手加減はしないわ。ほう、ならばやってみるがいい。今日のあたし本気だから決めさせてもらうわ。どうにかなっちゃうかもね。患者さんはどこですか？死にゆく。さて、どうしてあげようかしら。頭の悪い子も嫌いじゃない。私の番ね。こんなもの。そこ。やる。そこ。手加減はしない。この治療は任せるです。もう始めちゃっていいの？ムカつ。いい声で泣きなさい。あなた泣き。見せてごらん。ムカつ。やるじゃない。患者さんはどこですか？治療するですよ。誰にしようか決めさせてもらうわ。ボソイボソイ。デュエル。この治療は任せるです。やる。いい実験台発見です。始めちゃっていいの？まずどダメ。何も抑えが効かないわ。怪我の治療は任せるです。私にできることなら、はい。私の番。こんなものか。確実に仕留める。何？もうやる。さて、何？どうしてあげようかしら。向かった。あなたの泣き声見せてごらん。やる。あくあく。こんなものか。注射の時間です。いい実験台発見です。やるじゃん。こんなものか。リンブラストーム。こんなものか。ワクワク。やる。お注射の時間まるです。何？
何？そこ！ここは私に任せてくださいね。患者さんはどこですか？いい実験台発見です。やべ、こんなものか。怪我の治療は任せるです。頑張るです。こんなもの、決めさせてもらうわ。向かった。こんなものか。リンブラストーム、こんなものか。さて、向かった。どうしてあげようかしら。何？ダメ、もう抑えが効かないわ。貴様に決めたぞ。怪我の治療は任せるです。決めさせてもらうわ。向かったぜ。ここはやる、私に任せてくださいね。何？患者さんはどこですか？やる、向かった。エイです。頑張るです。さて、どうしてあげ、あなた気に認めない。認めるものか、この私が。レベルが上がりましたの。まさかこの私が追い込まれるとはな。命まで取ろうとは思っていませんわ。さあ、おとなしく私の力を返すのですわ。ほう、さすが腐っても女神というわけか。皮肉のつもりでしょうが、私にとっては褒め言葉ですわよ。それこそ私への皮肉のつもりか。だがな、私の本当の力を目の当たりにして、いつまでも強がりを言えると思うな。典型的な悪役のセリフね。脅しなら通用しないわ。脅しと思うなら思えばいいさ。だがな、この姿を見て同じことが言えると思うな。その姿は。そうだ、貴様から奪った女神の力を使わせてもらったのだ。さあ、自らの力に滅ぼされるがいい。私の屍を超えてみるです。相手は誰？さあ、気合を入れていくわよ。怪我の治療は任せるです。お薬を使うです。もうちょっと寝てたかった。変身してもいいよね。さあ、じっくりと楽しみましょうか。な痛めつけて、また直しを繰り返し。セイ！確実に手加減はしない。ワクワク、もう始めちゃっていいの？女神様とお呼び。相手は誰？もう始めちゃっていいの？相手は誰？こんな攻撃！諦めたらそこでゲームオーバーだよ。さすが、私の力なだけはありますわね。まさかこの姿で圧倒されるなんて。こんなのチートです。ルール違反です。女神どもがこの私にひざまずいているぞ。これぞ夢にまで見た光景だ。おら、ネプティアヌ、
お前もだよ。ベール様、他に邪魔者もないようだし、貴様らはじわじわとなぶり殺しにしてやる。あわわわわわ、ベール様がピーチなの。そしてまたランラン空気なの。早く助けを呼びに行かなくちゃなの。ラステーションクソすぎ、ハマジ。あんな国から逃げてきたけど、ランランはこれからどうすればいいの？お腹減ったよ。あらあら、かわいい小豚さんがまたいらしたのですね。誰？通りすがりの女神ですわ。お腹が空いているみたいですし、一緒にお食事はいかがです？ふわさあ、今夜は寝かせませんわよ。今夜も寝とげですか？ええ、緊急クエストがあるんですの。カンナーで行ってもいい？そんな職業で緊急クエに来る子は出荷ですわよ。そんな。え、ベール様って女神じゃないの？ええ、何者かに力を奪われてしまって。そんな重大なことランランに話しても大丈夫なの？何を言っていますの？あなただからこそ話したのですわ。ベール様、ゲームには厳しかったけど優しかったな。今度はランランが助けなきゃ。ほら、いつもの減らず口はどうして？なかなかの力だ。だが、このデカすぎる胸がいかんせん邪魔だな。それに、この姿にも飽きてきたところだ。いよいよ貴様の力をもらおうとするかな。どんな気分なのだろうな。自分の力に殺されるというのは。動くなよ。やめろー。何？貴様、まだいたのか。どうも、影の薄いランランです。あいつから光の玉が。貴様のせいでコピーは愚か。せっかく手に入れた女神の力が。アイエフさん、それをベール様に。急いで。わかったわ。何もかも貴様のせいだ。なぜ二度も似た邪魔を受けなければならない。クソが。くふ。IF さん、あとは任せましたよ。ってな、ラブ。ベール様、急いでこれを。この力がたぎる感じ、懐かしいですわ。ランランとアイちゃんが取り戻してくれたこの力で必ずあなたを倒しますわ。これがベール様の女神化した姿。綺麗。美しい。ありがとう、アイちゃん。けど今は目の前の敵を倒すのが先決ですわ。ネプテューヌ、そしてコンパさん、まだ立てますわね。当然よ。このくらいでやられるような私じゃないわ。ネプネプが頑張るなら私も頑張るです。ふん、死に損ないと思うが、今の貴様らなどこの状態で十分だ。引く気がないようですわね。でしたら嫌でも後悔させて差し上げますわ。油断はしない。
本気で行くわ。誰にしようか。さあ、気合を入れていくわよ。サンジャさんはどこですか？回復です。待ってました。頭の悪い子も嫌いじゃない。相手は誰？何？確実に仕留める。やる。遅い。デュエル。何？この治療は任せるです。抜かった。お注射、いい実験台発見です。始めちゃっていい？こんなものか。ダメ。何？もう抑えが効かないわ。怪我の治療は任せるです。私が治すです。誰にしようか。確実に仕留める。抜かすの遅い。リンブラストーム。何？こんなもの。何？怪我の治療は任せるです。誰にしようか。決めさせてもらうわ。そこ確実に仕留める。デュエルエッジ。私にできることなら、はい。待やる。やる。いった。怪我の治療は任せるです。決めさせてもらう。こんなものか。やあ、抜かった。デュエルエッジ。さて、何？どうしてあげようかしら。やる。何？サンジャさんはどこですか？みんな元気になるですよ。貴様に決めたぞ。サンジャさんはどこですか？私の番に。向かった。確実に仕留める。こんなものか。手加減はしない。待ってました。何？こんなものか。怪我の治療は任せるです。決めさせてもらうわ。何？遅い。何？遅い。手加減はしない。何？どうしてあげようかしら。何？くらえ。スタッフワク。痛いですよ。頑張るです。いった。サンジャさんはどこですか？お薬ですよ。私の番。やあ、受かった。何？疾風の刃を。受かった。悪しき者を切り刻みなさい。待ってました。これを使ったらどうなっちゃう。貴様に決めたぞ。スタッフ、私の番。向かった。そこ。こんなものか。疾風の刃よ。何？悪しき者を切り刻みなさい。向かった。誰にしようか。怪我の治療は任せるです。アイテム希望な。ワクワク。ですよ。誰にしようか。待ってました。治して痛めつけてまた貴様に決めたぞ。活目せよ。だってね、女神の力見せてあげるわ。あとはお願い。サンジャさんはどこですか？
準備は整っていますわ。こんなものか。遅いかった。ダージリンローテ、もう始めちゃって受かった。ダメ、もう抑えが効かない。サルヤさんはどこですか。死に行け。これ以上好きにはさせませんわ。遅い。やる。覚悟。ダージリンローテ。ワクワク。貴様に決めたぞ。やる。女神様とお呼び。こんなものか。ワクワク。お注射の時間です。頑張るです。覚悟はよろしいかしら。あなたにはここで果てていただきますわ。魂のかけらすら残さず消え去りなさい。な、だとこのようなし、もっと強くなる。レベルアップよ。レベルアップ、レベルアップ。まさかまだそんな力が残っていたとは。月並みなセリフですが、ランランやアイちゃんのおかげですわ。待って、ベル。さっきから聞いていれば、私とコンパを忘れているわよ。ベルさん、ひどいです。え？ああ、いえ、これはその、特に頑張ってくれた二人に対してであって、決してあなたたちを無下にしているわけでは。冗談よ。無事に力が戻ってよかったわね。ええ。改めてお礼を申し上げますわ。ところで、宣教師はどうするの？捕らえて洗いざらい吐いてもらいますわ。きっとルイに黒幕がいるはずですから。やはり貴様らは生ぬるいな。この後に及んでまだ強がりよ。悔しいが、ここは引かせてもらおう。さらばだ。逃げた。追い詰めたと思っていましたのに、逃げ足だけは早いですわね。今度会ったら絶対捕らえてみせますわ。そうね。けど今は力を取り戻せたことを喜びましょう。そうですわね。ランランの治療もありますし、帰りましょうか。あ、ネプネプ、ちょっと待つです。どうしたの、コンパ。何かあいつの手がかりでもあったの？違うです。違うですけど、これを見るです。これは鍵のかけら。どうしてここに？それは私が説明しましょう。その声はイース。久しぶりですね、皆さん。ベールさんとアイエスさんは初めましてですね。あなたがイース。けどどうしてイースの声も封印されているんじゃなかったの？一時的なものですが、ネプテューヌさんたちが鍵のかけらを手に入れてくれたことで、かけら同士の共鳴からなるエネルギーを利用して話しかけているのです。なんとなくわかったわ。それでどうしてここに鍵のかけらがあったの？それは彼女マジェコンヌが落としたものです。それがあいつの名前なのね。ネプテューヌさんたちに鍵のかけらを奪われることを危惧した彼女が回収して持ち帰る途中だったのでしょう。それならここにある理由に納得がいくわね。それと皆さんに警告しなければいけません。マジェコンヌの力の根本にあるのはコピーであり、他者の力を奪うことではありません。それってどういうことなの？なんとなくイストワールが警告したいことが分かりましたわ。つまり私の力は無事に取り戻すことはできましたが、その力をコピーされている可能性があるのですわ。いずれマジェコンヌはコピーしたベールさんの力を自分用に最適化し、完全に
自身のものとするでしょう。あの時ネプコの力まで奪われていたと思うとゾッとするわね。ですからくれぐれも彼女の力には気をつけてください。すみません、どうやら時間のようです。それでは鍵のかけらをお願いします。声聞こえなくなっちゃったですけど、いい情報を手に入れることができたわ。そうですわね。私も今後は二度とこのようなことにならないように気をつけませんと。ところで、あなたたちはこれからどうするのです？本当はもう少しここにいたかったんですけど、一度プラネテューノに戻って、それからすぐにルウィーンに行こうと思っています。もう帰るの？もっと遊んでいこうよ。さっきストワールがマジェコンヌが鍵のかけらを回収しているって言っていたでしょ。ならその前に私たちで先回りして見つけないといけないわ。私だってもっと痛いのに我慢してるんだから、あんたも我慢しなさい。アイちゃんが厳しいよ。ベール様はどうするんですか？私は今回の一件で仕事が増えてしまいましたので、当分はお仕事尽くしですわ。国内の魔王崇拝者やエネミーディスクの取り締まりを強化しませんと。けど仕事が落ち着いたら、今度は私の方から愛ちゃんに会いに行きますわ。なんて仕事熱心なこと言ってたくせにさ。なんで一緒にプラネティウノにいるのかな。仕方ありませんわ。愛ちゃんに会いたい衝動が止められなかったんですもの。けどさ、お仕事はいいの？いろんな問題が山積みみたいなこと言ってなかった？よく考えれば、あの程度の仕事、私がいなくてもイボワールとランランでどうにかなりますわ。次の事案の書類です。本日中に確認をお願いします。先日の案件はいかがでしょうか？議会から返事はまだかとクレームが入ってます。待ってくれ、これ以上は無理じゃ。休ませてくれ。ランランも3日徹夜で死にそう。ベール様へ。あ、書類2枚追加です。多少厳しくても、後釜や後輩を育てることは国をよりよく運営するために必要なことですわ。ベール様、苦しい。そんなに強く抱きしめないでください。嫌ですわ。たった数日ですが、愛ちゃんと別れて気づいたんですの。私はもう愛ちゃんなしではいられないってことに。だからもうひとときも話しませんわ。あははははけど、なんかこの光景どこかで見たことあるような、ないような。ネプネプ、プリン持ってきたですよ。おお、さすがコッパ、気が利くね。ネプネプのために今日は抹茶プリンを作ってみたです。そのプリン美味しそうですわね。私たちにもいただけます？はい、どうぞです。さあ、アイちゃん、お口をあーんで。あの、プリンくらい自分一人で。遠慮なさらないで、私が食べさせて差し上げますわ。はい、あーん。あーん。ヒューヒュー、アイちゃんモテモテだね。女神様を籠絡するなんて、それなんてギャルゲー。別に籠絡
様の行為を無下にするのは失礼だから、そのあ、そうだベール、愛ちゃんに会いに来たってことはもしかして仲間になってくれるの？もちろん、愛ちゃんに籠絡された身としてはお供しますわ。じゃあ改めてこれからよろしくね、ベール。二人ともいる？ん？取ったの？愛ちゃん。コンベルサシオンがルビーにいる情報をつかんだわ。急いで行きましょう。それはそうと、愛ちゃんのその情報っていつもどうやって仕入れてるの？私も気になっていたです。別に大したことじゃないわよ。世界中に仲間がいるから、そこから情報を仕入れているだけよ。愛ちゃんに私たち以外に仲間がいたの？長年旅していれば嫌でもできるわよ、そんなので。たまたまルビーにいる仲間からさっき連絡があったわけ。世界中にお友達がいて、アイちゃんが羨ましいです。ところでベール様は？だいぶ前に買い物に行くって言って出かけてよ。ゲームショップかな。一国の女神様が護衛もなしに他国をうろついて大丈夫なのかしら。ただいま戻りましたわ。噂をすればなんとやらだね。おかえり、ベール。ただいまですわ。あら、アイちゃんも帰っていらしたのね。何か情報はありました？はい、コンベルサシオンがルビーにいる情報をつかみました。しかも教会に入っていったようなので、この件は教会も黒かと。そうなりますと、早速ルビーに行かなくてはなりませんわね。買ってきたものが役に立つ時が来ましたわ。そういえばベールって何買いに行ってたの？やっぱゲーム？それもありますけど、今日の買い物の目的はこれですわ。どうです、似合っています？それは変装用のメガネですわ。さすがに一国の女神が変装もなしに他国をうろつくわけにはいきませんしね。さすがにメガネだけで正体を隠すのは難しいんじゃないかな。そんなことありませんわ。ほら、よく見てくださいな。メガネをかけることで普段の私の印象とは全然違うはずですわ。言われてみれば、普段のおっとりした印象からちょっとインテリっぽくなったかも。そう？私には同じに見えるんだけど。さすがは愛ちゃんですわ。ネプテューヌとは私への愛が違いますわね。いや、そこを比べられても。さて、メガネもいいですけど、そろそろルイへと行きましょうか。コンパ、カイロとかあったりする？冬に買ったのの残りがあるはずですけど、何に使うですか？そっか、コンパはルビーも初めてだったのよね。はいです。なら、それはルビーに行ってからのお楽しみってことでね。あ、アイちゃん、寒いです。そう、ルビーは一年中雪が降る極寒の大陸なのよ。はい、帰ろ。ありがとうです。ネプコも使う？わーい、雪だー、すごいよ、アイちゃん、息が白くなるよ。さあ、せっかくだから雪だるま作ろうっと。あんたはいらないみたいね。ベール様はどうですか？ありがたくいただきますわ。えい、って何抱きついてるんですか、ベール様？だってカイロよりアイちゃんの方が暖かそうなんですもの。人前で恥ずかしいですから離れてください。カイロあげますから。そんなものは適当に胸の谷間にしまってっと。やっぱり
愛ちゃんの方が温かいですわ。さて、雪も堪能したし、あっちのピンクい空気の二人はほっといて、教会に行こう